はい、いどうも、東急実況アナウンサーの伊波大志です。さあ、今週9月25日に行われます、東急大会、タイトルが、やけな東急組合結成大東急大会が行われます。 さあ、この、なぜ結成かというと、え、なんで、やケなって昔からあったんじゃないのと、そういうふうに思った方多いと思います。そうですよ。だって、やケなというのは昔から闘牛ところとして知られており、もう、戦前戦後、そして今でも数々の名牛が誕生しているその組合です。じゃあ、なぜ結成かというと、実はつい最近まで、やケな闘牛組合と、新、 やけな闘牛組合。二つあったんですよ。同じ地域に。いや、これを一つにまとめようということで、はい、合併して、統合しての闘牛大会。新たに結成したということでの記念大会が開催されます。はい、まあ、あの、もともとね、バラバラだったのが一つになったことによって、はい、あの、大会の質も良くなっております。中でもですね、全10試合ありますが、はい、なんといってもメインマッチ C の一番戦語っていきましょう。C の一番戦、ご当地、やけな闘牛組合から、 元チャンピオン。いや、全中量級チャンピオン5勝1敗の破壊王の復帰戦です。はい、来ました。破壊王もデビュー当初、もうデビュー前から相当な評価をされていた牛です。なんだったら、もうあの、お腹にいた頃。はい、お母さんのお腹にいた頃から、ああ、これはもう将来有望、いい牛が生まれるよというふうに噂されていた牛。えー、っとね、この牛の父親があの、キングカズ。 沖縄では錦大竜無双、はい、よくキングカズ有名ですね。キングカズ錦大竜無双がお父さん。で、お母さん牛、メス牛が、えー、大力王とか、あと、ヘントナー牛丸。ね、中量級チャンピオン。あの、お名牛を生んだメス牛がお母さんなんですよ。 はい。だから素晴らしい血統まさにサラブレッドとして注目されたこの牛、えー。もうデビュー前、もう生まれた時から結構な値段で取引されたということも聞いております。で、その後勝ち上がっていって4連勝とし、5戦目に中量級タイトルマッチ。これが昨年行われまして、中量級タイトル、金太郎と対戦し、わずか1分弱、もう解消圧倒でした。金太郎下し、中量級新王者に輝きます。そして、防衛戦が、 今年の5月でした。春の全頭東急大会、徳之島からのトレード牛、徳之島の元中量級チャンピオン、はい、南西阿ビとの対戦。まあ、テーマは一発、この阿ビのこの、豪快な春との一発を耐えれるかどうか、ここがポイントだという話をしておりましたが、まさにその一発を食らってしまいましたね。はい、もう開始早々にこの一発、しかもその一発受けた場所が、 まだこのリングサイド土俵際だったら、この土手をうまーく使ってね、このスリーバッジの土手を使ってちょっと回って回避できたかもしれませんが、腹取り受けた場所がもう咲くフェンス際。はい、もうゲートのところ、逃げ場がないそこでの腹取り炸裂だったので、それがもう一発が致命傷となってしまい、えぇ、石灰。わずか50秒弱ぐらいでのね、石灰でした。まあ、牛もね、 タンは、あれだけのダメージ受けながらも、ちょっと戻ろうかな、もう一度応戦しようかなという気持ちの部分少しは残っていたんですが、はい。えー、力尽きて、まさかの初防衛戦で王者陥落となってしまいました。まあそこからの復帰戦です。えー、5月に負けて、えー、6、7、8、9。まああの、ある程度休養期間を経ての復帰戦なので、 体的には問題はないと思うんですが、あとはここですよ。メンタル。初黒星。しかもちょっと豪快にやられてしまったので、そこのメンタルが戻っているかどうかというところが、うん、一つポイントとなりそうですね。で、対戦相手が全勝工業、かきや、来ました。この牛。まあ、あのー、皆さんの記憶に残っているのが今年の1月3日です。えー、僕はもうね、2022年の、もうすぐその試合見たときに、あ、今年のもうベストバウト。 はい。えー、名勝負特集で言えば、必ずもう上位3に入ってくるだろうなというぐらいのベストマッチを見せてくれました。新力ベイビー戦。ベイビーの腹取りを受けても1回戻ってきて、はい、2回戻ってきて、3回戻ってくるという、あの驚異的な粘りを見せましたよ。はい。最終的には長期戦で負けてしまったんですが、負けて評価が上がった試合でした。で、その後、えー、復帰戦では、あのー、 え、柿の花ホワイトフェイス。これを長期戦で破り。あそこから、あ、さらに評価が上がっていったんですが、ところが残念な試合が6月ですよ。6月の平成若自治会大東急大会。えー、当時ですね。まあ、急遽ピンチヒッターとして組まれた。まあ、柿屋は、 ね、試合出場が決まっていたんですが、対戦相手が怪我により欠場、そこで突如ピンチヒッターとして選ばれたのが南部王。まあ、ここも危なげなく勝つだろうと、問題なく勝つだろうと思ったら、一つね、見落としていたというか、やっぱここは体重差でした。相手とのこの体重差が100キロぐらいあったので、ま、かきやが有利だというのはもう投球ファンも思っていたんですが、予想以上に苦しめられて、 かけてはいるんですけども、相手の方が重いし、高さもあるもんだから、かけてもかけてもなかなか相手を崩すことができない。そのまま体力、スタミナを奪われてしまい、力尽きて破れるという、ことが起きてしまいました。まあそこで、えー、一旦少しは評価は下がったんですが、それでも夏の前頭投球大会において、 この破壊王を破った南西アビのチャレンジャーとして連合会から指名を受けたのがこの全勝工業柿屋でした。ね。負けてもなお、やっぱ中量級ではトップランカーの牛だよというのは、この連合会、そして世間も認めている事実ですので、えー、ここ、はい、何か期待できるものはあると思いますよ。まあ、世間的なこの評価、見方という部分では、両牛共に前回負けてからの復帰戦。で、破壊王に関しては、 5連勝の後、初黒星での復帰戦。はい。初めての負けからの、戦いということで、そこがね、えー、もともとメンタルが強い牛なのか、それとも一つの負けを引きずってしまうタイプなのかというのがわかりません。ただ、全勝工業かきやは過去に3回負けております、えー。新力ベイビー戦、この南部王にもそうでした。あと、黒獣王。で、負けた後の試合というのは必ずこう、いい内容で勝ち上がってくる牛ですので、ここはまず一つ問題はないかなというのが、えー、大方の予想でしょう。 はい。まあ、どっちにとってもですね、え、中量級、またこのトップランカー争い、上位戦線で戦っていくためには、ここは絶対に落とすことができない、大事な試合となっておりますので、はい、あ。頑張ってもらいたいですね。えー、やけな闘牛組や決成大闘牛大会、全10試合、風切りから盛り上がりを見せそうです。あともう一つ、風切り戦もそうですけど、僕はこの牛注目しておいてもらいたいのが、C の3番戦でしたかね。銃撃という牛が、 はい、焼けながら出場します。銃撃。はい、このあのー、破壊を持っている、金本さんたちの牛舎から出場する銃撃。体重見てください、体重、プログラム表記の体重、1260キロという風に体重が記載されております。超大型牛です。はい、徳之島からトレードされて今回2戦目。おそらく、この牛を持ってきたということは、現在の重量級チャンピオン、統制括に戦うことを、はい。 えー、視野に入れてのトレードだと思うので、この一戦勝てば、もしかしたらもう今度11月の秋の全島東急大会では、東成琥白とのタイトルマッチ、これが実現できるかもしれません。はい、銃撃徳之の島では、金剛山という名前で、えー、重量級のタイトルマッチに挑み、あの牛若赤か丸かを相手に長期戦、あと一歩のところまで、本当にあと一歩のところまで追い詰めた実力優です。はい、それが今後、 沖縄でどんな活躍を見せるのかまずは全東投球大会の前の前哨戦。これがどんな実力を持っているのか、この大会でわかるはずです。えー、皆さん。 11月には全頭投球大会大きな大会が予定されておりますが、その前哨戦として、まずは、このやけな投球大会足を運びください。試合開始は午後1時ですが、12時からは、はい、地元、もエイサーのトップ団体、やけな青年会のエイサーがオープニングで楽しみます。もう贅沢です。こんな大会なかなかないですよ。えー、時刻が、 エイサーが12時開始、試合開始が午後1時、料金が男性3000円、女性2000円、中高生1000円、小学生以下は無料となっております。あと、東急場駐車場が混雑されますので、時間に余裕を持ってお越しください。はい、えー、っと、9月11日、そして18日と僕は東急大会不在だったんですが、はい、今回は、はい、実況させていただきます、えー。ちょっとあのね、その時にもあの、東京から、えー、朝、 空港を乗って羽田から那覇に来てすぐに闘牛場を向かいますので飛行機にトラブルがなかったらはい、まず問題なく時間通り実況できます。はい、余裕を持って早朝の便を取りましたので大丈夫かと思います。それでは皆さん、今週日曜日、やけな闘牛大会、石川多目的ドームでお会いいたしましょう。はい、ここまでのお相手は闘牛実況アナウンサー、伊波大使でした。さよなら。ワイドオブワイドオブワイドオブ 「闘牛選手は糸」「自慢の角が今日も輝く